宮島水中花火大会は、かつて、広島県初開地市宮島町の五福島界隈で、毎年8月に行われていた、日本の花火大会100選の一つにも選ばれた花火大会。名前の通り、大型の水中花火が目玉であった。開催初年は1973年。もともとは、町内会の夏祭りのようなものであり、 花火も先発程度と小規模で、宮島の西側にある桟橋からの打ち上げのみ、水中花火はやっておらず、観客は地元の住民ばかりだった。初開催から10年ほど経った1982年、その頃より夏休みに宮島の花火大会があるから里帰りしようと思って、もらいたいとの狙いから、水中花火が行われ現在の形態となった。投じられる。 水中花火は200発で、そのうちの100発が10号玉。10号玉は直径約30センチで、重さ約9キロだが開くと、直径約320メートルになる。沖合400メートルの海上に浮かぶ戦上で、点火された花火は、人の手で海上に投げ込まれ、花火が開くたびに、朱色の大鳥居や、暮れないの社殿のシルエットの明暗が、有限な交際に照らされながら、 柔らかくもありくっきりとも浮かび上がってくる。また、沖合には観覧船が約500隻浮かんでいて、花火が開くたびにシルエットが浮かぶ。海水に満たされ、その上に浮かんでいるかのような社殿からは、その底をはうような波の満ち引きの音が聞こえてくる。2019年は、宮島内に約5万人、対岸地区に約25万人もの来場者が集まった。 2018年は平成30年7月豪雨による鉄道普通区間が多く輸送困難となるため予備日への延期も含めて取り留め開催された場合は豪雨水害被災地復興と犠牲者追悼の花火を打ち上げる予定だった2020年度は東京オリンピック東京パラリンピックに伴う首都圏の警備に出向する警察官が多くなることから 会場警備の人員が不足する恐れがあり、開催中止。2021年度は東京オリンピックパラリンピック延期につき開催中止。2021年4月14日、宮島水中花火大会実行委員会が大会を打ち切る方針を固めたことが報じられた。約5万人の観客がフェリー乗り場に集中するなどする離島特有の安全対策の難しさに加え、 新型コロナウイルス感染防止となる3密を避ける開催方法の見通しが立たないことなどが指摘された。最大の理由は事故のリスクである。2021年8月28日、中国新聞長官ラッピングし紙,紙面にスマートフォンをかざして花火を見るという宮島 AR 水中花火大会が行われた。ありがとうございます。